監督の富澤武ですどうも、えー、この度はですね、えー、私の映画「花嫁の手紙」が上演されるということで、えー、非常に嬉しく思っておりますしかしながらですね、あのー、日本のコメディなものでどのぐらいそのロシアで、ね、あの通用するのか分かりません、えー、ロシアの結婚式では花嫁が手紙を読むのかそれすらも分かりませんけども ぜひあの笑っていただけたらなと思いますんで、えー、何とぞよろしくお願いいたしますこの映画に出ております、えー、日本の、えー、トップ漫才師、えー、サンドウィッチマンの伊達と申します、えー、うちの相方富澤の監督作品でございますぜひご覧くださいあの僕もちょっとだけ出ておりますがあの日本の歌を今日本で一番流行っている歌を歌っております <laughs> えー、日本の着、ね、着物をまましてて、えー、歌っております <laughs> ぜひご覧くださいちょっとお腹お腹が、ね、痛くなるシーンとかもあったり <laughs>、えー、しますけれども今実はこの映画が本当に日本で話題になってまして、えー、大きなテレビ局のですね、えー、一番見る時間帯に、えー、2回連続で流れるとかそういうこともありますので、えー、ぜひぜひあの日本の映画 お笑いぜひ、えー、ロシアの皆さん通じるかわかりませんけれどもぜひともご覧くださいよろしくお願いします。ますありがとうございました。